お持ち帰り。外人好きっていう女性嫌い。ポンチです。はい、今日は好きな人に告白できたり、電話番号教えてもらったり、お持ち帰りもできちゃう、はたまた友達のお祝い事にも使える、応用力無限大のマジック解説していきます。お楽しみください。実演。1枚のカードを選んでください。どれでもいいですよ。これね、じゃあそれ見てよく覚えて、これ忘れたらあかんよ。そしたら軽く混ぜていきます。じゃあ手出してもらっていいかな。反応で当ててきますよ。まず4枚ずつ。この中にはなさそうだな。もう一回いきますよ。反応しないでね。こん中には、あ、今ちょっと反応したな。こん中にありそうだな。この4枚のどっかにありますよね。ね。普通に当てても面白くないんで、えいってやるとね、これ1枚だけね、カードがひっくり返ります。ダイヤの9だった？合ってた？ね、もう一回いくよ。えいってやると、ダイヤの9だけが表向きになります。そしたらね、これ地味だけど何回でもできますよ。もう一回いくよ。ういってやるとね、またカードが1枚だけひっくり返ります。で最後ね、僕の気持ち入れときますね。かー、めくってみて、やらせて。はい、じゃあ解説していきます。子供のみんなごめんね。メッセージカードとかを出現させる方法です。今回はね、やらせてというね、下世話なものを使いましたが、皆さんね、好きですとか、電話番号教えてくださいとか、あとは誕生日おめでとうとか、記念日おめでとうみたいなことが多いです。誕生日だったり記念日だったりしたら、近しい人たちに寄せ書きをバーって書いてもらって用意しておくというものです。でこれ何かというと、ブランクフェイスカードですね。1000円ぐらいで50何枚売ってるんだけど、裏がバイシクル模様の、表に何も書いてないもので自分で書いたりします。マジックショップなんかだとね、綺麗に印刷されたものがあるかと思います。誕生日おめでとうみたいなね、そういうのを差し上げると喜ばれるのではないでしょうか。何でも使えますね。やらせてって書いて演じてね、嫌われても僕は責任取りませんよ。というわけで、一応ね、便宜上やらせてでやっていきます。あらかじめこれ1枚ね、基本的には仕込んどきます。ポッケとかどっかにね入れときます。でいろんなマジックやって終わった感じで、そしたらこっそりトップに持ってきておきます。これ単体でやっても問題はないと思います。でトップに持ってきといて、あ、もう一個マジックがあるんだけどみたいな感じで、どこでもいいからさ、もう一回好きなとこから1枚選んでって言って選んでもらいますが、たまに一番上選ばれる場合があります。一番上引こうとしたら、あ、一番上でいいの？で置いて、まだ見ないで、で全部を見せます。普通のカードだよね。であなたで自由に選んだよね。めくってみて、じゃーんみたいなね、誕生日おめでとうとかね、電話番号教えてとかね、いいんじゃないかなと思います。大抵は真ん中あたりから選ばれるので、選ばれたらダブルカットコントロールですね。詳しく解説したものがありますので下に貼っておきます。そしたらね、こんな風に右手でね、左手に渡してあげます。このメッセージカードの上に戻させます。で戻させたら、ブレイクを取って、ダブルカットコントロールですね。下の束の半分上に持ってきて、下の束全部上に持ってくると、選ばれたカードが1番上、そしてメッセージ付きのカードが2番目に来てる状態です。でここで8枚目と9枚目にコントロールしたいわけなんで、ランをします。ラン、以前解説してますけど、このようにね持って1枚ずつ取っていきます。7枚ランすると、8枚目9枚目に来るんだけど、いっぺんに7枚やるよりは、1234の方が数え間違いが少ないんで、おすすめです。そうすると今選ばれたカードが8枚目、メッセージカードが9枚目に来ている状態です。で手を出してもらいます。出してもらわなくてもいいんだけど、反応で当てますとかね、演出は何でもあります。でこれは中にはないんですけど、こう振ってね、あ、ないですねって言って、ここに置いてもいいし、俺はこのようにね下に戻してます。じゃあまだ行きますよ、また手出しててって言って、こんな風にねやると、ここがね選ばれたカードになっております。一番手前のカードが選ばれたカードです。あ、ありますねとか、反応で当てますとか言ってやりながら、こちらではこれがメッセージカードなんだけど、ゲットレディします。こうずらしてブレイクを取っておきます。1枚にね、ゲットレディも解説してるのあるんで一応貼っておきますね。こうブレイクを取っておきます。ブレイクを取りながら、あ、ありますね、今反応したの分かりましたって言いながら、デックに戻しながら、ブレイクから上を持ち上げてデックを置きます。
そうすると今メッセージ付きのカードがアディション付け加えられた状態です。この4枚の中にありますよねって言いながら、まあ、4枚広げます。広げるけど実際はね後ろに1枚余分なカードが付いてます。で最後まで広げないようにこのように広げて、あこの中あるよねって言いながら2枚と2枚に分けたら、この上2枚をこう下に回します。そうすると5枚目にメッセージカードが来てる状態です。この中に、ありましたね。今から当てていきたいと思いますがって言いながら、まあおまじないかけるかかけないかね、何でもいいですけど、この瞬間にって言いながら、パーシャルアスカニオスプレッドだと思うんですけど、それをやります。親指と中指でこのように右手で持ちます。そしたら左手で1枚のカードを取ります。取ったら8をこう横にずらしながら、下の1枚のカードを上にずらす。こんな感じね。8をずらすと同時に下のカードを上に持ち上げる。そうするとここは実際2枚の状態です。お客様のカード、さっきのダイヤの9だけがひっくり返ったように見えます。でもう一度やると、一番上を取ったら、1枚をずらしながら下のカードもずらすってことですね。お客様からしたら選ばれたカードがひっくり返ったように見えて不思議です。でここで、まあ、実際ね見えてないんだよ。ミスコールします。一応、まあ、しなくてもいいけど、あ9じゃないですかみたいな、ミスコール、まあ、嘘のコールですね。あ9じゃないですかみたいに言いながら終わってる。まあひっくり返ったんで地味に不思議だと思います。そしたらこのカードでこちらのカード全体をひっくり返します。ひっくり返したら広げてやって、この3枚の2枚目の下に入れます。2枚目の下にね、この2枚のカード入れます。入れながら、まあ、揃えながら少しね突き出しときます。少し突き出しといて、これを揃える動作で下に押し下げながらこうやると上2枚にねブレイクが取れます。そしたら今度はまたおまじないかなんかかけてあげて、上2枚をね1枚のように扱います。こんな風にね掴みます。掴んだら下でこうずらしてやる。下のカードをこんな風にねずらしてやります。上2枚をつまんで、この瞬間にダイヤの9だけがひっくり返りますってことね。リバースカウントね、1枚ここ置いて、2枚置いて、まあ、3枚置く、まあ、これは難しくはないです。揃えてあげて、ダイヤの9だけひっくり返りましたみたいに言って、アスカニオスプレッドですね。さっきはパーシャルアスカニオスプレッドですが、今回はアスカニオスプレッド、普通のアスカニオです。さっきは1枚取りましたが、それはなしでずらしながら下をずらして、もう一回下をずらす。1枚上をずらしたら下をずらして、もう1枚ずらす。これは向きをこんなふうにね、ちょっと斜め下ぐらいにやって、で横にやって上に突き出してやると、なんかね綺麗なスプレッドに見えます。でこれは実際2枚です。でメッセージカードが後ろについてる状態です。ここはねあのマジックじゃないですよ。選んだダイヤの9だけがひっくり返りますっていう、改めで、まあ、2枚、一緒にまた持ってあげて、また全体をひっくり返します。でさっきと一緒、上から2枚目の下に入れます。このね入れて、今度はブレイクはいりません。入れて、まあ揃えてあげます。そしたらもう一回ね、なんかこんなようなおまじない何でも構いません。そしたらまたアスカニオします。またさっきと同じようにアスカニオすると、またダイヤの9がひっくり返ったようには見えるけど、実際もダイヤの9はこの後ろに付け加えられてて、すり替わってる状態ですね。メッセージカードとこう来てこう来てこうです。アスカニオスプレッドしながらこのカードだけ置いてあげて、ここは実際2枚なんでこう重ねてあげて、デックに戻せば処理が完了です。でここで、まあお客様はダイヤの9だと思ってますんで、このままめくってくださいってやってもいいし、ダイヤの9ね今僕の気持ち入れときましたよみたいな感じで、じゃあめくってみてください。でもまあ自分でめくってもいいし、まあ、こう見るとやらせてとかね、誕生日おめでとうとか、まあお好きなねメッセージを出現させることができるというものです。結構ね、地味な現象からサプライズに持っていけるんで、僕はこれ気に入っていつもやってます。応用力は無限大ですので、お好きなメッセージ書いてやってみてください。マジック始めたばっかの方はねこれちょっと難しいかもしれないけど、またねサプライズ系のマジック簡単バージョンも今後解説していきたいと思ってますので、楽しみにしててください。
はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。相手を感動させたり笑いを取れたりする素晴らしいマジックです。まあ、お客様の中には泣き出す方もたくさんいらっしゃいます。俺が気に入っていつもやってるトリックですので、ぜひ習得していろんな人を感動させてあげてください。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。